絵の具とかも取ってほしいなーなんて、絵の具は取ってないので取りましょう。というわけで今回は絵の具を取っていきたいと思います。今回の写真は化粧品のテクスチャーの練習するっていう意味合いも込めて、もう化粧品のテクスチャーみたいなイメージで撮ってみました。いつもよりかなりシンプルな写真にしてあります。ちょっと物足りない写真かもしれないんですけど、俺個人的にこういう写真もめっちゃ好きなんで許してください。もうこういうシンプルな写真好きな人もいる気はしますけどね。どうなんだろう、まあ刺さる人に刺さってくれたら嬉しいなって感じです。好評だったらこういうシンプルな写真のシリーズもいいかもしれないですね。ぜひ写真見ていただいて、写真の感想コメントたくさんお待ちしてます。というわけで完成しました。絵の具です。